前回のドズクラ、40歳独身実家暮らしのボンさんがついに引っ越し間近みたい。そこでマイクラでも一人暮らしを始めてみたいんだって。地面を直下掘りして手に入れた鉱石だけで家を作るボンジュール穴掘り御殿シリーズがスタート。みすぼらしい家とは到底呼べない柱だけの基礎工事が終わりました。ぼちぼち好評だったのでまたやるかもね。どうもトウゾルです。そしてボンジュールボンジュールだトモです。どうもです。ということで本日もこちらドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、はい、ボンさん、前回はね、あの立派な立派な穴掘り御殿を作りましたがいやいや、まだ柱しかできてないよ全然よ、全然柱もちっちゃいちっちゃい一人分の柱しかできない。これからですからね穴掘り御殿はまたおいおいね、ネタが切れた時にでもやると、いうところで、今日はちょっとね、僕たちね、いつも僕たち反省しないといけないことがあります。何ないよ。あのすぐね、うん、やったらやりっぱなしにするのよ。いや、あの本当にこれは良くなくて。それは本当そう。これそうでしょ。やったらやりっぱなし。作ったら作りっぱなし。もうやりっぱなしの癖があるから。遊んだら遊びっぱなし。遊びっぱなしなのよ。やるっつって放置することが多いから。はいはいはい、今日はね、じゃあのドズ残しですわな。そうですそうです。こちら地下室をね以前作ったんですけれども、うん、地下倉庫のやつね。地下倉庫、うん、これがね結構意外といい倉庫ができて、ほら見ていいね。ボンさんがいろいろ整理してくれたんですけど、うん、こんな感じで、もう僕たちの夢はそこの中にポンって入れると、うん、もう全部、あと全部ね、全自動 AI よね。そう、全自動 AI、 全自動よ全自動で全て片付けをしてくれるお掃除ロボットが欲しい。最高なのが欲しい僕もね、よくね、あの手札じゃない、手札また間違えた。もういろんなゲームと間違って、違う僕もよく手持ちのアイテムが、はい、そのすごいドズさん散らかってますねって言われることが多い。はいはいはい、余計なもん持ってますねとか。そうそう、撮影前にこのチェストに入れとけば、うん、全部こう片付けてくれる。だって今もね、はい、焼き鳥52個もいらないから焼き鳥はもうね持っとかないと、焼き鳥依存症なのよ。焼き鳥を持ってないとちょっともう安心しない、本当に囲まれたいから、持ちすぎだから常にマックス持ちたい派だからというところで、今日はこの倉庫をちょっとね、よりあの改良していきたいなと思います。はいはいはい、はい、でまずやりたいことは、今だとここのね、ホッパーにわざわざ入れに来ないといけないから。そうなんだ、ホッパーに入れるっていうのもね、意味ないじゃない、おしゃれじゃない。そうだから、地上のチェストにまずは入れれば、はい、ここまでつながるように地上とつなげることが一つ。ほう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 。二つ目はちょっとこれ改良っていうか伸ばしてって、こっち側伸ばしますか、うん、ぐるんとしてもいいけど、どこまで広がるか分かんないから。分かんない、とりあえず全然足りなくて。そうですよね。そう、だってブロックだけでも全然足りないです。ブロックだけで足りない。他にもね、レアなブロックが大量にあるから、うん、今日は、よく使いそうなブロックをもうちょい横に広げてって、よりこの廊下感をね、はい、出して永久にガーっていきたい。永久にガーっていきたいですね。ね、個人的にはもうブロックは全部これで済ませたい、うん、四角い立方体はね、立方体ブロックはもうこれに入れとけば全部仕分けされるよっていう状態を今日目指したいので、うんうん、はい、僕夢は農作物、はい農作物の仕分け大変なのよ。確かに、それは数が多いから。そうですね。そうなの。いろんな種類もあるし。これ本当に。わかりました。じゃあ種もあるし、ね、そこもちょっとね、うん、どんどんやっていきましょう。まずはブロック。まずはブロック。じゃあ僕今日は地上に、僕ね、地上とじゃあつなげますわ、とりあえず。オッケー。じゃあ僕は、はい、もうちょっとおしゃれにしておきます。あ、おしゃれ、おしゃれ大事。見た目大事だから。それは何事もそうですよね。言うなればこれ、はい、ロマンだから。まあまあそうそうですよ。ぶっちゃけ実用性もあるんだけど。うん、どっちかっていうとロマンの方がでかいかもしれない。わ、ちょうどいいとこに出るな、これちょうどいいとこに出ますが、今回じゃあここちょっと今まで地上であっちのチェストとつなげてたやつを入れ替えますね。はい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 、こっち一番右をブロックにしよう。まずドズさん、はい、その入れるチェストをどこに置くかも結構大事よ、うん、あ、だからここのね、そこでいいの、ここだったらもう絶対そこ、そうそうそう、ベッドから届くじゃん。そう、ベッドがあって、ベッドから起きて撮影するかっつったらこの中に入れとけばもう全部仕分け下に行く。やばいよ、それはダメにするダメにするよ。いやいや、もうダメにしますよ、ダメにしちゃいますよそれはだって便利さ追求しないとそんなんもう
そりゃそうでしょ、枕元にゴミがたまんないの勝手にルンバしてくれるからルンバしてくれるの、勝手にルンバしてくれるから。ちょっと待ってよ、以前ここにつなげてたやつはここはもうちょっと閉じちゃいます。これ改めてマイクラってすごい数のブロックがあるなっていうのを実感しますよね。する種類やばいっす、種類が本当に多い、だから人気なんだろうな、うん、今回贅沢にねホッパ49個も用意しておりますのでホッパーロード、相変わらず鉄持ちっすな大鉄持ち、いや、ね、何のために鉄をいっぱいゲットしようとしてると思ってるんですか。そうそうね、それ使いたい時に使う、それが男でしょ。確かに確かに確かに、そう、それは言えてるこういう時に、確かにそう、こういう時にあ鉄がねえっつってひもじい思いをしたくないんですよ僕は。確かにそれは本当そう、ゴーレムさんありがとうって思いながらねいつも僕たちはね大切に使ってますから。こうやってだって実用化されなければゴーレムも無念ですから。そうよそうよ、使われないで死んだのかってなっちゃうから。じゃあちょっとお試しで入れてみますね。お願いします。石、土、アカシアの木、こんな感じで適当にブロックを入れたらこれで下まで行ってるかどうか。坊さんなんか作っても、おーすごい、なんか坊さんがすごいなんかいい感じ、ちゃんと作ろうとしてる、ちゃんと作ろうとしてる。ありがとうございます、ありがとうございます。でこれでちゃんと行ってるかな。まだアカシアの木とかは入れてないから、ここまで来てたらあれ来てないな、え時間かかるのか。ホッパーって意外とね、あそうだね、コツコツコツ目視できますもんね、なんならね。そう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 、流れが。坊さん大変です。どうしますか。全然流れてこないです。え、なんでなんでなんで。どうとホッパーだけでしょまだ。ね、回路とか作ってる。違う違う、どっかにどっかに詰まってる、どっかに詰まってる。回路作ってる。違う違う違う。うるさい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 。どっかに。いやいいのいいの。こう失敗してる生き物なの人間っていうのは。この人本当人の失敗には厳しいな本当。人の失敗には厳しい。そりゃそうよ。めったにねえから。あ、ボンさん、はいはいはい、行方不明のブロックどこにあったか分かりました。どうなって。ここのまだ4つ設定してないところがあって、ここに入ってました。あ、途中で落ちちゃった。びっくりしたびっくりした。来ないなと思ったから、ホッパーがどっかでつなぎミスってるのかなと思った。あ、そうだ、この前ねコメントで、はい、そのみんなからアドバイスをもらってたんで、それでより良いものをちょっと作っていきます、ね。確かに大事大事。ありがてえ。ありがてえありがてえ。みんなコメント本当ありがとう。なんかね、あの仕分け機の裏技をみんなに教えて、うん、裏技っていうかあのワンポイント教えてもらったんだけど、はいはいはい、このポピーあるじゃないですか。ポピーあるある。これポピー、まあ何でもいいんですけれども、はい、いわゆる流れてこないアイテムですよね、うん、流れてこないアイテムをここに入れればその壊れない、仕分け機が壊れない。これが流れてくると壊れちゃうからね。そうそう、これが流れてくるとここにアイテムが入っちゃって、でそっからもうぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃうから、はいはいはい、そのここを絶対入れないアイテムにしてねっていう話をしたら、うん、これねどうやら裏技でその名前をつけるとね、名前、そう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 、アイテムにアイテムに名前つけれるじゃないですか。はい、つけられる、つけられる。アイテムに名前をつけると、はい、それまた別アイテムとしてカウントされるから。そうなんだ、そっかそっかそっか。そうそう、だからここのポピーが入ってるアイテムをなんか別の名前つけてあげるとより壊れにくくなるよと。そうか、確かに確かに確かに、確かにこれボンさんがね間違えてポピー入れてしまう可能性あるんで間違ってね、ゼロではないじゃないですか。ついついね、ちょっと僕アイテムに名前つけてきますわ。はいはいはい。え、それ名札で全部入れるってこと、はい、え、名札、名札じゃなくて あれでいいのか、金床、金床でいいのか、金床ちゃんでいけるはず。そっか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 、うん、ポピーなんて名前にしようかないや別にそんな、別に、はい、ポピーはポピー、ポピーとかっていいんじゃん無念の花にしとこいや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 、無念の話。俺ごめんごめん、でもね、俺、はい、マイアンゴレムのことでしょ。いや分かんないですよそれは誰の無念か分かんないけど、いや俺無念だとは思ってなかった、はい、無念かな、やっぱりやっぱり無念かな、それは分かんないけど、やっぱり無念、深い意味はない、深い意味はないけど、深い意味ないのね、深い意味はないです。無念の花っていうの、赤いからね、赤いからね、やっぱね、そう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 、赤いからねって何、赤いからね、やっぱりでこれだと他のポピーとまた違ったポピーになるから、これをじゃあこの4個アイテム分のポピーと入れ替えましょうか。こんな感じで、それだとあ無念の花になるから、まあ、ボンさんが上から無念の花を流さない限り大丈夫
胸の穴をね、胸の穴を流さない限り、ね、間違って流さない限り大丈夫です。流さないよ、はい、流さないよ胸の穴。よし、オッケー、胸の穴上終わりました。上終わりましたじゃないわ。ちゃんと設置完了いたしました。全部、あ、いい感じですね。これ一列にやっぱ並んで、うん、看板があるとやっぱちょっとこう気持ちいいですよね。確かそうなの。ちゃんとうまくできてるみたいな感じがあって、そして、あー、ボンさん、おー、すごい、どう、めっちゃ怖いこれ。見てるぞ。え、見てるぞ。見てるぞ。泥棒が入んないように。泥棒、あ、そういうこと。泥棒入んないように。あ、確か倉庫だから。倉庫だから。すごい。これ天井にボンさんいると相当圧迫感がえぐい。本当だ。これはえぐいわ。いい感じ、いい感じ。そして、今日はですね、うん、ちょっとまだ設置してない。このブロックを設置するのと、あともうちょい広げていきたいなっていうのがあるんで、奥に奥に。で、僕ちょっとそう、設備を広げる担当で、はい、でボンさんこの、あ、どんどん、そうね、どん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 ここの、新しいやつを、オッケーです。ブロックを置いていく係でお願いします。よし、じゃあボンさん、はい、いろいろ準備ができたので早速この広くしていきますか。いや、しましょう。こっちに広げていく感じでね、やっていきたいと思うんですけど、あ、ボンさん一つね、レッドストーンダストがもう底をつきそう。え、レッドストーン、レッドストーン、無限にレッドストーンダストが無限に感じたこのレッドストーン、無限にあったじゃん。いや、もう本当にそうじゃないですか、はい、もうね、だいぶなくなってきてて、やばい。マジでマジで、それは意外すぎる。だってね、ほんともう見つけても掘らなくていいんじゃないかっていうぐらい無限にあったので、ね、じゃあちょっと実際やっていきますね、はい。前回作った動画を見ていただければ作り方わかると思うんですが、うん、まあ、この動画からね参考にして作るよっていう方もいると思うので、仕分け機ですね、まずチェストを、じゃあチェストボンさん置いてもらっていいですか。はい、この実際に、物が入っていくチェスト、これがチェストはどっち向きがいいんですかね。チェスト今あっち向きにしてるんで、はいはいはい、うん、こっち向きで、ここね、僕ね、向きは揃えたい派なんですよね。はいよ、OK、センキュー。そしてこのチェストの、一段下がったここ、ここの列にバーっとこの、レッドストーントーチを置いていきます。はい、はいはい、これがストッパーになるんですね、うん。でチェストに向かって、ホッパーを置いていくんですが、よいしょ、ホッパーが3段ですね。一番下はホッパーがこのチェストに向かって、はい、チェスト入るようにね。そうそうそう。で2段目もね、これチェスト向きなんで、あ、こっち同じ向き。そうそう、これも前回やったんですが、うん、チェストの方にこうやってブロックを置いてあげて、でチェストにこうしないと向きがね、そう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 。でこれ後で壊すっていう感じですね。壊します。で3段目に関してはこっち向きですね。この上にアイテムがぐわーっと流れていくので、はいはい、これベルトコンベヤみたいな感じ。ベルトコンベヤみたいな、向こう向きにホッパーを、ね、向けてあげればいいんで、ちょっとこっちからやっていきますね。ここぐらいから、あ、今回ホッパー足りるかな。ホッパーだけは無限、ついに、そう、ホッパーも無限に作ったんです。今回のためだけに50個近く作ったんだけど、ホッパーも無限じゃないよ、やっぱ有限ですから。ただ、はい、すぐ溜まります。我々の村は鉄だけはある。鉄だけはある。鉄は自信ありますからね。鉄には自信あります。どの YouTuber よりもアイアンゴールドたくさん持ってますから。そして、この裏側も作っていきましょうかね。裏側は、まあ、この列はこれで OK で、裏側なんですけれども、よいしょ、こっちか。裏側に関してはここにコンパレーターですね。コンパレーターをこっちか、こっち向きですね。コンパレーターを置いて、あとはレッドストーンをちょこちょこと置けば完成でございます。チョコチョコと、こんな感じで1段下げてレッドストーンという感じですね。これで OK かな。あ、これ中なんかあったっけ。あったあったあった。危ない。隠しリピーター、隠しリピーター、リピーターも1列ずっとでしたっけ。そう、全ブロックに、こっちに向かって、リピーターを出して、このリピーターは、あ、そっか、この、そうだ、このトーチの逆サイドにリピーターを置くことによってこれとつながるのか、うん、あんまり回路のことはよくわかりませんが、まあ、こんな感じで隠しリピーター皆さん忘れないように。隠しリピーターもずっと一列ザーってザーってなってますね。うん、これで OK かな。でレッドストーンを、こんな感じで設置してあげれば、これでワンセット完成でございます。で実際に、じゃあボンさん、あ、ボンさんもう早くもシーランタンとか、シーランタンとかやっちゃいましたよ。シーランタン、あ、しかも無念の花でいい感じですね。
まあ、改めてなんですけれども、うん、ここに、仕分けしたいアイテム、これが18個、数が大事です。18個と、あと絶対仕分け機に入らない、アイテム、これもう名前つければ絶対入らないと思うので、今回は無念の花っていう名前をつけたポピーを、はい、ここに置いてね、シーランタがこの中に入ってくるという仕組みが完成いたしました。あともうこれの繰り返しですね。じゃあもうチャチャチャっと作っちゃいましょう。まあ、すげえ、額縁も全部作ってくれたんですか。やば、職人ボンジュールじゃないですか。今日めっちゃ働く。今日もね。あ、今日もめっちゃ働く。言わせてるみたいじゃん。オッケー、装置完了でございます。ちゃんとゴミ箱も、あ、ゴミ箱ここにもうよいしょ、その他ボックス一応作ってまあ、溢れちゃうとね、この仕分け機は一回壊れちゃうともう全部壊れちゃうから、その他ボックスが溢れないように気をつけないといけませんが、はい、OK。 でもこれだけ一列できたら相当いい感じじゃないですか。じゃあボンさん、はい、あとは木材、木材系は準備できてます？今からやる感じ結構、はい、いや、このチェストを作るので、はいはい、木材を使って出た、元がない、木材の元がなくなった。なるほどね。今回チェストもう100個ぐらい作ったもんね。チェストやったら使ったじゃないですか。確かに。え、じゃああれか、一旦じゃあ仕組みはできたけど、あ、こうチェストも、チェストも、はい、仕分けチェストができる。あ、チェストも仕分けチェストができる。チェストも無駄だよな、これ。これは無駄だよな。チェストは一旦違うくらいですか。チェスト仕分けない。チェストは仕分けない。うん、ブロックじゃない。チェスト仕分けない、やっぱり。チェスト仕分けるは無駄でしょ。さすがに。じゃあ、あと木材か。一旦あと一応。はい。まだあるんですけど、あ、その他ね、そう、その他ブロックが、でも手前から埋めていかないとね、壊れちゃうからね。そうなんですよね。はいはいはい、その他だとプルパー、あ、プルパー、プルパーじゃない、はね、プルパーここに設置しておきましょう。はい、プルパーとプルパーブロック、プルパーブロック、まあ、2種類ですね。あ、このね、エンドの素材ですね、うん、はい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 、本かな、そんなもん。あとは、はい、あと、あ、忘れた、ごめんなさい。なんすかなんすかなんすか、これ、あ、出た、僕たちの大好きな、僕たち大好き、骨ブロック、骨ブロック。仕分けいるかな。これいる、最近ね、いや、最近確かに大量なんですよ、そうな、骨ブロックめっちゃ骨片が多いから、まあ、一応あとは木材ゾーンと、あと羊毛、あ、羊毛全色いるじゃないですか。でしょ、羊毛はもうそのため。いや、でも全部理論やりたいでしょ。やりたいかやりたくないかで言うと、それはやりたい、やりたいでしょ。いや、奥の方でいいから、はい、継ぎ足しできますよね、後から。あ、できます。だからここを木材ゾーンにして、そうさらに羊毛ゾーンがついて、完成と。すげえ。いうところで、じゃあ次回までにちょっと木材を全種類たくさん集めときましょうか。そうですね、木材やっぱ使っちゃうんすよね。原木と、はい、原木、普通の木、あとは、まあ、なんかいろいろありますもんね。木の中でも10種類ぐらい、いろんな木が、白樺とか、あの松とかありますから。全然足りんかもしれん。確かに。じゃあ、まあちょっとここら辺で、まあ、マニアックな、例えば分かんないけど、今んとこシーランタンとかここら辺溢れないから、まあ、レンガとかも一応その他にしといてもいいかもしれない。主要のこう使うところから手前に置いていくのがね、あの、使いやすいと思うので、はい、そんな感じで皆さんぜひ参考にしてみてください。で、ボンさん、この倉庫なんですけど、はい、うん、今後多分ブロック以外をまたこの仕分けするってなると、それこそボンさんのリクエスト、農作物、これさらに奥にするってなると、ちょっとこう遠くなりすぎて逆に見えなくなるよ、説は出るから。地下が村じゃなくなる、これ村の地下じゃなくなるよ、これ多分。いや、だから、そのどうするかはちょっと悩みどころですよね。ね、それこそ農作物ライン、ブロックライン、なんかいろいろラインがあると仕分けしやすいかもしれないし、まあ、ボンさんの農作物ラインに関しては、まあ、ちょっと特別作ってもいいかもしれないですね。本当に。ボンさんだって農作物ね、いや、すっごい助かるよ。いや、だってあれでしょ、村人から搾取してるやつでしょ。なんで、そうよ。分けるの大変なんだから。確かに、あいつはぐちゃぐちゃにして入れるから。価値化で働いてもらってる人にそんな口の利き方ないでしょ。いやいや、そんなこと、はい、感謝してますよ。感謝してます。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで終わりたいと思いますが、はい、ぜひね、皆さんおすすめの仕分け機なんかあればね、どうだろう、みんなどうしてんのかな、そもそも仕分けにしてないかもしれないですね。そっか、あのトラップ系はね、仕分けすごいいいんですけどね。というところで、皆さんぜひおすすめの分け方なんかあったら、コメントで教えていただければ。お願いします。幸いでございます。そしてこの地下室もね、どんどん進化していきますから、これどうしたらもっと広げていきたい。いや、でも結構今回ので異様感は増したよ。でも明らかに異様なこの光景、ほら、
これやばいですよ。これ怪しい。だってこの後床もやるじゃないですか。床もやって、整備してね、そう。だからどん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 広げて、いい感じの秘密基地感がね。僕やっぱ機能的な方が好きですね。うんうん、あと天井見て、ね。天井ボンサも、映っておりまして、そうそう、はい、こんな感じでじゃあ今日の動画はこんな感じで終わりたいと思いますが、はい、またね毎日更新でこちらドズボンマインクラフト実況をやっていきたいと思いますので、ぜひとも明日の動画もチェックよろしくお願いいたします。ということで本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。いや、やっぱ。最近もう殴ってくるのがもう定番になりつつ近づいてきてない？え逆に次回いろいろ整備します。